リオンの一人暮らし。というか一日密着取材ということでね、特別にお家に招き入れます。はい、ぜひ上がっててください。あ、ちなみに前までは実家暮らしだったんですけど、今はね一人暮らしになったんでね、新しく買った今住んでる家です。はい、ここがね玄関の、ここで靴は脱いでもらって、はい、ここでね靴を脱いでもらって、まあ、あ、どうぞ上がってください。はい、狭いですけどね。でもまあ2人暮らし分で2人座れるんでね。はい、ここに2人座れるんで、ぜひちょっとこんな感じで、お、どうぞ2人暮らし分なんで、ここにね座ってもらえればいいと思うんで、ちょっと狭いですけど片付けるんでね、よいしょ。どうぞどうぞ上がってください。そちらで靴脱いでもらって、はい、あ、大丈夫ですか？家賃は4000円です。初めての一人暮らし、わからないことも多いですが、親元を少し離れ頑張っています。3ヶ月ほど乾燥させたもぐさを少しずつ細かくしていきます。ガスがないため、燃料は自分で調達します。木の音を感じながら、枝を拾っていく手法はおばあちゃんから伝わっています。今日もたくさん拾い集める。見えにくくなるのでライトをつけていきたいと思います。はい、じゃあ晩ご飯を作っていきたいと思います。今回使用するのはこちらです。レンコンなのでね、中にたくさんの種が埋まってます。
まだでしたね。はい、中にみたいな感じで、はい、取れました。ここもね、食べれるんですよね、この部分も。ナタは包丁よりも切りやすいです。ぜひね、上がってって大丈夫なんでね。こちらどうぞ。はい、中国4000年前から伝わる世界一辛い唐辛子を近所の斉藤さんにいただきました。チャンネル登録よろしくお願いします。